はい、ということで、なんかね、静江からさっき話があって、今夜ね、お月見って言われたんだよね。でも待って、今の時間お月見やってないんじゃない？いや、全然月出てねえじゃん。おい、困ったぞ、俺。なになに、どうするよ。今日これ動画出そうと思ってたのによ。これお月見動画次の回になっちゃうじゃん。まあいいか。そういうのもまた一挙やな。あ、やべやべ、挨拶しなかった。大人も子供もお姉さんもごきげんよう。ゴールド。はい、ということで、ザニ村での一日がスタートいたしましたということで、お月見と言われたのですが、お月見と聞くとね、あのポケモンのピッピを思い出しますね。お月山、噛んだな。お月見山にいるピッピ。そう、指を振るあのピッピでございます。ピカチュウよりもあいつがね、アイドルポケモンとして最初は推されていたんですが、結局ピッピもあのようなことになってしまって、まあね、ピカチュウにとって食われたといったところでしょうか。ということでやっていきましょう。長々舌が回ってないね今回は。早速来てて、おい、金ピカ家具受け取りに来たんやが。そう、今回はこれがあったから。これ何、どういうこと。あ、俺なんかもっとタンスとか想像しちゃうんだけど。注文してた黄金の床持って帰ろうかな。いや、黄金の床別に注文してねえんだよな。いや、持って帰るかしょうがねえ。あいつな、俺の金さ、ペラッペラにしてさ、床作ったの。いや、待って、金鉱石1個で足りたんじゃないそれは。ね、ペラッペラにしたならさ。いや、あいつパクったな絶対。なんだよおめえ。あたいのいらなくなったものが誰かに使ってもらえると思うと人の役に立った気がして嬉しいんだ。いや、もう出すスペースねえよ。ここのスペース使うなよお前。帰れよお前、冷やかしだろ。エソゾ博物館見に来たのかな。全然見てねえじゃん。窓の方見てるよこいつ。何を見てんだよ。幽霊でも見えてんのかな。ちょいとちょいと、黄金の床でも敷いてみるかな。床に敷く。お、え、あ、す、すごいのかこれは。すごいのか、なんか小さなメダルみたいなのがすげえどでかく乗ってるけど。これ本当に黄金？あいつ、ちょっとこれ金使ってねえな、これ。全然黄金感がねえんだけど。ふざけんなよ、マジで。なんかもっとさ、成金っぽいさ、ものよこしてこいよ、なぁ。いや、なんだよ、あいつやりやがったな。絶対これ黄金じゃねえって。これただなんか黄色いさ、繊維かなんか使っただけだろ。おい、してやられたよ。金パクられたわ、あいつに。あー、かわいそう。あいつパクったな。あいつさ、俺の金鉱石とさ、1万ベルパクっていきやがったよ。あれで生計立ってんだな。あいつとんでもねえ詐欺師だよ。ビンビン神様助けてくださいよ。あいつに天罰当ててやってください。ピミーン。いや、ピミン神様絶対天罰与えねえよ、あれ。んだよ、もう、なんかもうちょっとさ、キングっぽいさ、なりきんゴブリンみてえな、ね、家具作ってほしかったんだけど。本日の、かぶり物チャレンジ、イエーイ。なんで虫なの、また。なんで虫なの。おい、ニコはいらねえんだよな。でもなんか隣にめちゃくちゃなんかやべえ、座敷わらしみてえな、かぶり物があんだけど。金太郎メンズの商品ですけど、エソスさんならこういうのも似合うんじゃないかしら。いや、似合うでしょ。たっけえな、金太郎。マジかよ。ちょっと買ってみようかな、これな。いやー、ちょっと可愛いな。メンズも様になるなんて、さすがですね。こいつ、エソソに媚び売り始めたな。エソソしか収入源がねえから、媚び売ってんな。いや、買えばいいんだろ、買えば。もう。あ、これ可愛い。アリス？アンデルセンな服。へえ、可愛いじゃん。わ、かわ、座敷わらし？座敷わらしじゃない、これは。じゃ、いいか、これ買うか。しょうがないな。いやー、そうそう、座敷わらしスタイル。いや、いいんじゃない。いや、怖えよ、これ。な、ちょっと狂気じみてるわな。まあ、そうそうのね、ファッションスタイルは、まあ、いつも狂気じみてると言われてるから。そうそうは、ファッションスタイルが絶望的なんだよな。卒が来たぞい。いらっしゃいませんだな、もう。よし、来たよ。おい、待って。あいつさっきまで R パーカーズいなかったか。おい、どうなってんだよ、こいつは。このクソネズミを。で、壁は？あー、いらねえな。そうだ、こんなファンシーなのはいらねえんだよ。お前なんかもっとさ、生首とか用意しとけよ。わかってねえな、エソソのセンスが、こいつはよ。飴買ってくわ。そういやさ、エソソ、ちょっと今ね、ひらめいた。このさ、クラブ師匠にさ、差し入れ持ってけるじゃん。こいつ、飴食うんかな。卒が来たぜ。
おい、クソウーパールーパー。おめえさ、飴とか食えんの？あ、こいつ飴渡せんじゃん。おい、ちょっと飴渡してみっか。飴食うんか、こいつ。お、何かな？ほら、これ、飴、食う。飴か。早速いただきます。こいつ何でも食うな。雑食なのかな、こいつな。そのまま飴食って虫歯になって、そのまま死ね。気持ち悪いんだよな、こいつ。飴食うのにあんなよだれでっかよ。なあ、飴速攻食ったぞ。舐めないでこいつ、噛む派なんだろうな、飴はな。はい、どうもどうも、塩でございます。苦笑いするネタ、じゃんじゃんじゃーん。あのね、僕がまだ現役で芸人やってた頃の話なんだけど。ああ、いや、こいつ、そうや、芸人やってたんだよな、こいつはな。たまたま仕事がオフの日で、うちで息子と留守番してたら、神さんが外から電話かけてきたのね。あ、こいつは、あ、すいません、神さん、息子もいんの？いや、息子かわいそうだろう。な、人生ハードモードすぎんだろうな、こいつの息子は。顔はな、土底辺レベルだからな。で、息子が電話に出たから、神さんが、お父さんいる？って聞いたら、息子が一言。いらない。あう。どうだった？いや、まあ、確かにお前はいらないよな。家庭でもいらねえし、罪人村でもいらねえよな。なんかかわいそうだけど、まあ、しょうがねえわ。そのままお前は死んだ方がいいよ。この苦笑いするネタを見せるのは初めてだったと思うんだけど、いや、笑えねえよ、これは。なあ、そのまま苦い顔してさ、苦虫噛みつぶしたような顔して、そのまま昇天してくれ。いや、今回もらったのは苦笑い。いや、これもなかなかいいな。エソソ的にはなかなか使えるな。いやー、今回もひどかったな。いつになったらさ、あいつはさ、俺を笑顔にしてくれるネタを見せてくれんの？毎回毎回さ、なんか俺もさ、見るたびに精神的苦痛を伴うんだが。んだよ。なあ、エソソ。ここのところずっと考えてたんだがな。俺はちょっとばかし、この罪人村に長いしすぎたかもしれない。あ、こいつから言われるの初めてじゃない、もしかして。そろそろどっかへ引っ越そうかと思ってんだ。今月の11日には出ていくぜ。無理。あ、やべ、ミスった。そっかにしちゃった。やべ。おう、ちょっと気が早いが、今まで世話になったな。やべやべ、フラグ立てちゃった。やべ、ちょっとこれフラグ阻止しねえと。やべ、めんどくせえことになったわ。ちょっと困ったな。みんな、すまんな。ちょっと、クスケちゃんに、ちょっと地獄フラグ立てちゃった。やーべえ。これミスったらおめえが行けばよかったんだよな。いや、困った。間違えたぞ。ちょっと、ここはこの豚に協力を仰ぐか。その顔、調子いいみたいだな。いそぞ。うふん。いや、調子は良くねえんだよ。今結構困ってたことが起きたんだから。今日は、どっと疲れた。朝からスクワット1万回は、さすがに答えるよ。いや、足パンパンだろ。お前なんでそんな何食わぬ顔で歩いてたんだよ。お前の足今プルプル状態だろ。しかもなんかやべ、呪われてるみたいになってんぞ。おい、くせえんだけど、マジで。お前頭洗ってるよ、マジで。頭の周辺から周期放ってんだよ。おい、エソゾ。おいらのマネージャーらしく、差し入れでもしてくれよ。おい、誰がいつおめえのマネージャーになったんだよ。気持ち悪いな。おめえのマネージャーになれたやつなんてな、いねえんだよ。ああ、この罪人村には。やっぱり疲れた時は、フルーツが食べたいな。種類は何でもいいからさ。いやだね。ち、自分で探すか。探してこいよ。あとおめえ、頭ほんとくせえんだよ。もうこっちに近づけてくんな、頭を。そういやさ、静江がなんかくれるって言うからさ、今見に来たんだけど、こいつ、またに打ち上げ花火突っ込んでどうしたの、これ。何？どういうプレイそれは。やべえだろ。あれに火つけたらさ、あいつの、また焦げるぞ。大丈夫それ。おい、やべえな、こいつ。どんな性癖してんだ。村長、今日はお月見ですよ。聞いたわ。今日はお月見にちなんで、月見団子を用意しておりますので、よければいかがですか？あ、もらう、ありがとう。家具なんだ、これ。夜が待ち遠しいですね。そうね。夜か。夜、これ、どうしようかな。これは次の回まで待っとこう。ただいま。でも、こりゃひでえ悪趣味な部屋だな、ほんとに。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。いまだ、チャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンより、チャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、終わらずゲーム上は、
YouTube に存在し続けることをここに宣言する。